はい、皆さんこんにちは、シンコロです。今日はちょっとね、変わり種、ね、これアーティチョークね、アメリカだとね結構ね身近なんですけど、これアーティチョークあんま日本だと馴染みがないかもしれない。朝鮮アザミっていうふうにも言うらしいんですけどね。所定の位置に戻ろうよ。所定の位置に、そっちに観察するの、そっちに観察するの。あーティーク、ティーク、ティーク、ティーク。さあ、じゃあ今日はこのアーティチョークを使って、まあ、ちょっとしたフライドアーティチョークのサラダを作ってみたいと思います。でものすごくアクが強くてね、手がね結構ね黒くなるんでね、僕はこのナイトライルの手袋をして作業するんですけど、お水に塩をちょっと入れて、レモンを酸化を防ぐためにね、こう絞って入れておきます。でアーティチョークは3分の1ぐらいをザクッと切ります。周りをもう適当にカリ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 と剥いていきます。今度この小さいナイフかなんかを使って切っていきます。こんな感じでね、よいしょ、ほらアーティチョークっぽくなってきた。つけて半分に切ります。真ん中のねここの部分はねちょっとモホモホしててね、あんまりね美味しくないんですよ。取ってください、こんな感じ。4分の1ぐらいにしようかな。いかがですか。今日はティーちゃんは随分興味を示してるね。そしてモフモフを切り取ります。モフモフを切り取った感じからね。はい、そんな感じでとりあえずこんな感じになりました。そうしたら次はミニョネットを作ります。ミニョネットっていうのは牡蠣、生牡蠣の上に乗せて食べるシャロットの、まあ、酢漬けみたいなものなんですけど、それね、まあいろんなサラダとかにも結構応用が効くんで、それをちょっと作ってみたいと思います。はい、はい、あーすごい、ただつまくん切れる。日本の包丁を使うときは体斜め45度にして背筋をピッとして、そしてわーいい音。すごい切れる。難しいけど、あね、まだ使いこなせないんですよ、まだ。でもね、とにかく切れる。こんな風に切れました。ワインビネガー、甘酢よりもちょっと甘くないから、お砂糖を少々、はい、そしてお塩を少々入れます。ミニョネットのねポイントは黒胡椒です。黒胡椒をこう粒々のまま入れます。このシャロットを入れて数時間置くとこんな感じになるわけです。でこんな感じ、トマトを切ってみましょう。それじゃここに上がってこないの。そこじゃよく見えないよ。でトマトの種類はまあねお好きなもので。よっちゃん、トマト見ないの。1センチよりちょっと小さい角ぐらいに切っていきます。ミニョネット、これを今日はちょっと酸の強いものが多いので、ちょっとただつなぐんじゃなくてこういうちょっと錆びない系の包丁を使ってやっていきます。ホワイトマッシュルームです。でこれ生です。で、ね、アメリカだとね結構ね生でねマッシュルームをね食べるんですよ。トマトよりちょっと小さいぐらいに切っていきます。入れます。塩を一つ割りと胡椒じゃないオリーブオイルレモンを絞っていただきます。アボカドサラダって言った瞬間に興味なくなった。でくるっと回すから4分の1に切って、ちょっと皮が剥きやすいです。こんな感じレモン絞っておきます。こんな感じね。このアボカドの中にくるみを入れていきます。さあ刻みます。でこれをアボカドのところに入れておきます。塩をしてミニョネットのこのお酢を少しこう入れて
アボカドがちょっと崩れて潰れちゃうぐらいでも構いません。そのぐらいの方がこうくるみと一緒に馴染むので、ちょっと味見してみます。うまい、すごい美味しいですよ。これドレッシングを作ります。今日は、ミントのビネガレットです。レモンを、油を入れる前に塩をこう ね水分のあるところに溶かしておきます。オリーブオイル、ニンニクをベーン潰して、そしてエキスを出してみて、レスリオロスモデルになった。これここに入れます。ミントの葉です。こんな感じで、これを、まあ、最初から入れてもいいんですけどね、混ざって、はい、そしたらアーティチョークを揚げていきたいと思います。軽く粉を振っていきます。こんな感じでこれを揚げていきます。じゃあ揚げていきましょう。はい、はい、揚がりました。こんな感じになりました。熱いうちに軽く塩しておきます。アーティチョーク、一個食べてみようかな。いただきます。うん、おいしい。くるみアボカド、これを一番下に、はい、そしたらしおちゃん、次はトマト、トマトとマッシュルームとシャロット、これをこの上にのせていきます。どういうこと。うん、ここから見る、ほら、こういう感じ。抜きます。いくよ、いくよ、しおちゃん、いくよ、いくよ、飛んだりしないよね、飛んだりしない、いくよ。でれーん、できたって。できてない、まだまだできてない。そしてこの上に先ほどのカリカリのアーティチョークをこういうふうに盛り付けていくわけですわ。こういうふうにカリカリのアーティチョークを盛り付けていきます。こんな感じ。ビネグレットをドレッシングですね、上からこうダーッとかけて、慣れてんの、ビネグレットをこういうふうに、そしたら最後に仕上げでチャイブをパラ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 、はい、出来上がりです。はい、できました。どう、いい感じ。完全ベジタリアンですよ、でもしおちゃんこれね。あれあれ、やっぱり興味ないのかな。じゃあいただきます。食べてみましょう。まずはこの上のアーティチョークからドレッシングがいい感じで染みて、うまい。部分的にまだサクッとしててね、ほのかにミントの香りが後から来る。そしてこのアボカドとトマトのタルタル部分をいただいてみます。どうこれ、くるみが入ってるし、いただきます。ね、これも黄金コンビ、おいしいおいしい言ってるから来たの、気になる。だからくるみがやっぱりこう食感もいいし、これ一緒に食べてみようかな、これ。うまい、おまい、おまいってなんだ、おいしい。しおちゃん、アーティチョークだよ、しおちゃん。アクが強いからダメだと思う、ダメだと思う、アーティチョークはアクが強いから。もう一口、ティクもこれ匂い嗅いでみる、匂いだけ。日本でやるとしたら何だろう。タケノコが一番近い、若いタケノコとかでやっても美味しいかもしれないですね、これ。ということで、なんていう料理名だこれ。アーティチョークとアボカドとトマトのタルタル、ミントビネグレットって感じ。ややこしいね。美味しい。
ということで引き続きいただきます。うん、おいしい。